皆さんこんにちは、茜ジレンマの永俊と申します。今回もね、私の友人をお呼びしてちょっといろいろねお話をしていきたいなと思います。ご紹介いたしましょう。ワターシャさんです。お願いします。どうも、ワターシャです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間ね、はい、ライブの、はいはい、DVD のその紹介をしてくれたよ、初級編と。ああ、そうですね。はい、やりました。上級編はないの？あ、上級編ね。上級編ね、まあ、やってもいいんですけど、うん、すごいなんかね、こう、マニアックな話になってくるんですけど、それでもいいですか？全然。いややったらええけど。まあまあ、いいですよ、全然。ちょっとやって、はい、やってみましょうか。そしたらね、ちょっとじゃあうちにあるライブブルーレイの中からちょっと紹介しましょうか。そしたら あんの？そうそう、実際見たやつちょっと撮ってみましょうか。ほうほうほう、はい、はい、3本持ってきたで、ね、何本あんの全部で。何本っていうことはもう数えてないですね、相当いっぱい。そんなにある、うん、はいはい、めっちゃ持ってますか。もちろん、はい、まずね、紹介したいのはねこちらですね。東神祭2015年、桃の神様の祭り、はい、そういうふうに読みますね、はい、大きく出たね、はい、この東神祭というね、夏の2015年のライブ、これ静岡県のねエコパスタジアムというところで行われたライブになります。じゃ静岡といえばね何ですか、うん、わかりますか。エスパルス。エスパルスもね、まあ、もちろんね活躍されてますよ、エスパルスね。ちびまる子ちゃん。まあ、ちびまる子ちゃんもね、桜桃花さん出身地ですけども、いや、ジュビロ磐田。ジュビロ、またサッカーに、なんでちびまる子ちゃんをサッカーチームで参加したのかわかんないですけど、かなこちゃんですよ。もう、あ、そうなん、かなこちゃんの故郷ですよ。そうですよ、だから茶畑のシンデレラなんつってねおっしゃってますけどもね、そういう自己紹介やってるんですけどもね。だからまあ、エクブは、あ、そうそう、エクブは恋の落とし穴じゃなくて、あ、そうそう、茶畑のシンデレラっていうのもあるの。そう、あの、それまあ一緒に言ってるんですけど、そのセットリストの中にソロ曲とかもね、あの入ったりしてて、まあそれよりもね、まあ言っておきたいのはね、やっぱりこのレニちゃん、うん、レニちゃんはね、このね本番の2週間前に骨折をするというね、腕をね、まあ、そういう悲劇がちょっと起こってしまうわけなんですよね。私もねこう芝居なんかやってますから、本番2週間前に、うん、あのね怪我をするっていうのがね、ちょっと少しはねこうその状況もわかるというか、うん、ね、大変ですよね、精神的にもねショックでかいし、うん、まあ、何よりまあ迷惑をね周りにかけてしまうということがですね、まあ、自分を責めたくなったりすると思いますね、うん、とはいえ安全がねやっぱり第一ですから、ちょっと出演できないんじゃないかというふうに危ぶまれていたんですけれども、まあ、本人がどうしても出たいということで、うん、鋼の石でね立ち上がってこう出演が叶ったわけですけどね。でもねどうしてもダンスとかできないわけですよね、だからその他の4人が踊ってる中で、ね、ちょっと離れたところで全力でもうこの笑顔のパフォーマンス、それがね本当にもう心を打つんですよね、胸を打つんですよね、本当思ってる以上に笑顔ですからね。アターシャさんが思ってる何倍もの笑顔でこうこっちに向けてね、もう伝えようとしてくれるわけですよ。笑顔が一番レニちゃんなんて言われてますけどもね、はい、知らん。そんなん知らん。そういうのがあるんです。そういう掛け声あるの？あるんですけど、はい、まあそう、ダンスができない分ね、そのねキャッチコピーを自らこう体現したライブなんですよね。でこれね最後にこうアーリンが、うん、あのアーリンってあんま滅多に泣かないんだけど、こうレニちゃんと一緒にできてよかったっていう風にねこう泣くんですよ、うん、っていうのも、まあ、アーリンも前にね足を骨折したことがあって、うん、その車椅子とかでライブに出てたりしてたんで、うん、そうレニちゃんのね
その辛さとか頑張りとかがちょっと分かるっていうね、うんうん、だから気持ちが分かるからアーリンも泣いて、でそんなアーリンを見てレニーちゃんも泣き出して、うん、二人でうーなんて泣き出してるんですよ。でそれを見たリーダーとしおりちゃんが隣でもうゲラゲラ笑ってるわけですよ。何泣いてんのやばーみたいな感じで泣いてるわけ。それをさらに一歩引いためて微笑ましく見ているももかちゃんがいて、でこのね DVD とかだと客席が一瞬カメラでパッと抜かれるんですよ。うんうん、でそこのカメラに映ったもののふがそれを見て一番号泣してるんですよ。だからもうそれを含めてもももクロだなっていう感じがしてね。そう、うん、なんかそのなんで僕がももクロ好きかっていう、うん、その要素がねこのギュッと詰まったワンシーンがあるんですよね。全くもう秩序なんかないわけですよ。そこに笑いもこう笑顔も涙もねわちゃわちゃして同じ空間にこう存在してるっていうかね。うん、そういう、まあ、ワンシーンもすごいピンポイントですよ。マニアックなところなんですけど、うんうんうん、まあそんなね東尋祭ね、うん、まあ、特にレディちゃん推しの方なんかはねぜひね、これこそおすすめなんじゃないかなと。続いてはですね、桃色クリスマス2018のダイヤモンドフィルハーモニーザリアルディールという、まあ、これね、まあ、毎年クリスマスにやってるんですよ、うん、ライブをね。で通称桃栗と呼ばれているライブなんですけども、うん、まあ、2018年ですからこれ、前回お話ししましたね初級編の時に、うん、いや東京ドームの後なんですね、うんうん、でその後に何をやったかっていうと、これがまたリアルディールという、サブタイトルがついてるんですけども、これ本物という意味なんですね。うーん、何の本物かっていうとね、これ歌なんですよね。で4人になって1年も経たずに歌を聴かせるライブっていうのをねやってるわけです。でしかも普段はねこのダウンタウンももクロバンドっていう、まあ、バックバンドさんがいつもついてて演奏してくれてるんですけど、この時は、そう、それに加えて、なんていうんですか、ストリングスっていうんですかね、ああいうのは。弦楽器？弦楽器。バイオリンとか、チェロとか、うん、あとビオラとかね、そういうのも、うん、加わって、だからより音もね、こう、重厚になって、そこに歌声を乗せていくというライブ。だからね、こう、曲によっては、ダンスをせずに座って歌うみたいな演出もあったりしてね。でこうももクロってもともとおそらく女優志望というか、事務所に入った時はまさか自分がアイドルになって歌って踊るとは思っても見なかった人たちなんですよね、うん、で事務所でアイドルグループを作るってなった時にたまたま履歴書に特技ダンスみたいな風に書いてた人たちの集まりなんですよ。おう、うん、だからね最後のこのライブのスピーチのところで、しおりちゃんかな、しおりちゃんが言ってるように歌にねこうずっとコンプレックスがあったみたいなんですね。でライブでこう生歌で歌うっていうのもすごい嫌がってたりしたらしいんですよね。だからこのライブのね最後ねこのしおりちゃんがね、まあ、ずっと今までかなこちゃんのことばっかり言ってきましたけど、今回はこのねしおりちゃんがうん、自分たちのこの歌に対する本当の思いみたいなものをさらけ出してくれてね、まあ本当なんか胸に刺さるというかね、うるっときちゃうんですけど、うん、まあそういう歌が苦手だったっていう子たちがライブをやる、こういうライブをやるっていう意義みたいなものがね、そしてこれからもね、うん、どんどんまだまだ伸びていくんだろうなみたいなふうに思わせてくれる、そういうライブになっております。まあ、ももクロのライブって次にやるライブとか、次こういうことしますよっていうのをですね、松崎しげるさんが、うん、愛のメモリーっていう歌のね替え歌に乗せて、まあ、みんなに教えるみたいなのが恒例になってるんですけど、うんね、そうなんですよ。いつもだからその松崎しげるさんが突然ボワワワンって登場して歌ってその次は何やりますみたいなのを知らせるんですよ。まあそれね本当これもまあ
一つのライブのね、毎回の楽しみなんですけど、これはね、基本的にね、メンバー全員に対してのサプライズ発表なんですよ。だからみんなが平等に驚くみたいな、うんうん、通常は。だけどこの時だけ、うん、アーリンだけがその内容を知ってるっていうね、あのレアケースね。ちなみに、まあ、松崎しげるさんっていう方はね、あのももクロ界隈ではね、うん、南国ピーナッツとあだ名つけられて大御所ですよ。失礼な失礼すごい大御所に南国ピーナッツっていうあだ名をつけてしまって、ももクロを知る上ではやっぱりこの松崎しげるさんっていう存在もね、あのぜひ見ておくと非常に楽しめるんじゃないかなと思いますね、うん。はい、で続いてはですね、ホワイトホットブリザード桃色クリスマス2013美しき極寒の世界。こちらはですね、まあ、2013年の、クリスマスのライブ、埼玉の西武ドームで行われたライブになります、うん。でこれはね、西武ドームって、まあ、ドームとはいえ屋根があるんですけど、半開きの状態なんですよね、うんうん。だからもうほぼ屋外、クリスマスの屋外ですから、めちゃくちゃ寒いわけですよ、ね。だからまあタイトルにね、そう、美しき極寒の世界ついてるわけなんですけどね。ええように言うたな。本当に。それに関してちょっとね、まあ、都市伝説みたいな、うん、話があってね。ですね、まあ、レニちゃんはね、まあ、寒い中でのライブだけど、まあ、紫推しはもうタンクトップで来るよっていうふうに言っちゃうわけですよ。まあ他のメンバーはこう、やめなよ、もう絶対来ちゃうからみたいなふうに止めてるんだけど、いや、レニちゃんはいい焼き屋入ってるからみたいな感じで、みたいなこと言うわけです。で、推しにね、そんなこと言われたらね、行っちゃうじゃないですか、タンクトップで。行かないわけにはいかないでしょ。うん、そうやな、愛する女に言われたらな、行くのな。本当にね、何人かが来たらしいんですよ、タンクトップで。ね、その極寒の中、もうそれはそれはもう震えていたことでしょう。ね、うん、で、ライブが始まって、M0 が鳴って、最初に登場するのがレニちゃんですね。うん、で、レニちゃんバーって出てくるんですけども、完全防寒の衣装を身にまとってもうこのレニちゃん出てくる。それを見てタンクトップの紫推しは、レニちゃんめっちゃあったかそうやん思ったとか思わなかったとかっていう、思ったやろ。都市伝説ですよ、これは。本当かどうか嘘か分かりませんけどね。そんなね、極寒状態の中でのまあ、ももくりというライブなんですけどね。うん、はい、まあ、ももくりってね、この毎年恒例になってるんですけど、なぜか。うん、サンタさんっていう曲があって、うん、で、そのサンタさんっていう曲の中で、レニちゃんがあのマジックショーをやるみたいな流れがあるんですよ。うん、で、これがね、マジックショーと言いながら、予想をはるかに超えたスーパーイリュージョン。めちゃくちゃすごい。マジですごいんですよ、毎年。これね、うん、この多分この年2013はね、確か人体切断だったかな。確かにあの、レニちゃんって、うん、ある中で一番マジックやりそうな感じの体型やろな。そうですか。ちゃう？そういう視点で全然見てなかったな。見どころやな。見どころですよ。はい、で、そしてなんといってもね、これね、まあ、前回お話しした国立競技場のライブね、はい、うんうん、これのサプライズ発表があったのがこのライブなんですね。ああ、なるほど、ここでつながるわけね。そうそう、うんうん、さっきお話しした南国ピーナッツさん、松崎しげるさんですね、はいはいはい、が歌う VTR が突然流れ出してっていうことなんですけどね、うんうんうん、まあ、これね、僕がね、歴代で多分一番泣いたライブが、前回お話しした早見あかりちゃん卒業ライブ。僅差で2位がこの時ですね。この人たちがね、その国立に行くっていう、夢をね、叶えるっていうことが、なんでこんなに嬉しいんだろうっていうね、その、もう分かんないけどね、泣いちゃうっていうね。そんなに泣いてるの？もうめちゃくちゃ泣いてますよ。うん、普段は全然なんとも心動かへんのに？
そうですね。普段はもう冷徹な心でね、物事をね、世間をね、こう見てる私なんですけどね。ももクロとなると。ももクロちゃんとなると、やっぱりね、この冷静ではいられないというか、やっぱり感情がこうね、ふつふつとこうね、いろいろ刺激されますよね。まあ以上ね、3つ、まあ駆け足でちょっと紹介しまして、上級編というにはちょっとおこがましいんですけどね。まあもちろん、私よりもね、詳しい方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ私が見て好きだったライブっていうのをね、3つご紹介させていただきました。よろしければご覧になってください。